ロビンソン・ガルシア・テヘダは、ドミニカ共和国、ペラビア州、バニ出身のプロ野球選手。右投右打ち。現在は、フリーエージェント。1998年11月24日に、フィラデルフィア・フィリーズと契約を結び、プロ入りを果たした。2001年から2003年までは、A級でプレーした。2004年からは、AA級レディングフィリーズでプレーした。2005年、テヘダは、一気に、メジャー昇格を果たす。この年26試合登板にし、うち半分の13試合が、先発登板だった。2006年開幕前の3月に、第1回 WBC のドミニカ共和国代表に選出された。レギュラーシーズンでは、シーズン前にジェイク・ブレイロックと共にデビッド・デルーチの交換要員としてテキサス・レンジャーズへトレードされる。当初はマイナーにいたが4月下旬に昇格。ロースター枠の都合で昇降格を繰り返すが8月中旬の昇格以降は4勝1敗。防御率 2.01 と好結果を残した。2007年は不安定な投球が続き、結果が残せなかった。2008年6月24日にカンザスシティロイヤルズへウェーバー移籍。ロイヤルズでは25試合に登板し2勝2敗、防御率 3.20、ホイップ 1.04 の成績を残した。2009年は与四球率 6.11 と制球に、苦しんだが、奪三振率 10.63 と奪三振を量産し、防御率 3.54 に抑え、9月には先発で起用され3勝を挙げた。2010年は4月まで、防御率 11.57、ホイップ 2.89 と序盤は不調だったものの、5月と6月は、ホイップ 1.26 ながら、防御率 0.93 と高騰する。7月末には故障者リスト入りしたものの、自己最多の54試合に登板した。2011年5月26日には、DFA となり、6月2日に40人枠から外れた。2012年1月3日に、クリーブランド・インディアンスとマイナー契約を結んだ。5月16日に、解雇された。2013年7月4日に、メキシカンリーグのベラクルスレッドイーグルスと契約を結んだ。2015年は独立リーグアメリカンアソシエーションのジョプリンブレイスターズと契約するが、6月25日に解雇となる。ありがとうございます。